メント返信、現在パターが瞑想中です。皆さんはパターはどのように握っていますか、教えてください。グリップね、これ結構人それぞれだよね。私は基本、パターは右手で持つ感覚、右手一本で、左手じゃなくて右手一本で持つ感覚で普通に握ります。で、左手をこうできる、あ、そう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 、なるほど、こう、普通にクラブにいるのと同じような感じで、で、3本ね、あ、人差し指を乗せてる、あ、4本か、で、こっちの人差し指をここに乗せてる、わかんないよね、結構。
アイアンの買い替えに合わせてセッティングを見直しているときにふと思ったのです、うん、キャリーバッグの中に各クラブをどのような配置で入れていますか、うん、ウッド系は大体みんな似たような、まあ、上、うん、ウッド系は上に入れると思うんだけど、それ以外は微妙に違ったりすると思います。私はパターンの位置がなんとなくしっかり来ません、うん、そもそもクラブは14本なのに なぜ6分割なのか、うん、7割なら2本ずつ入れるんですけどね、7分割ね、確かにそれはもうよくわからないです。え、純ちゃんどう？あ、結構適当だよ。ドライバー、ドライバー、ウッドが5本入ってて、ウッドボン、ドライバーじゃあ3、5、うん、同じとこ入ってたもんね。上の方、上の方ね、うん、ユーティリティも上の方、うん、お結構上の方いる。あ、2段目じゃないユーティリティ、でもなんだろう、半分ののないよ。3段になってないやつもある。私のやつ3段になってるかな。私5だな。私も5、うん、1、2、3、4、5、5だ。わかんないし、今の今多いの、今青いの、あ、あんだ、あれね、水色の青い、まあ、上にドン、上にドン、ドン入るところにガン、え、アイアンも何番こことかない？ない。ダン、ボン、うん、ダン、ダン、ダン、ガチャって、あ、3段だね、じゃあ、ね、3段、うん、真ん中の列にアイアンをまんべんなくまんべんなく入れている、はい、で、ほんで、ほんで下の方にウェッジとピッチングかな、うんうんうん、がまんべんなくちっちゃいところの2つのどこかに入ってる、はい、終わり。パターは上の方に、あ、入れてるの、そうそう、下側に入るから、うんうん、だから上の方の下側に、下側に入れるとさ、閉まんない時あるよね、なんか、そう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 、下側なんてないさ、こっち側なんてね、そうそうそう、だから真ん中か上の方が入る、うん、そうそうそう、全体的に、うん、丸く収まるので、うんうん、そこに入れるってよくわかる。ドライバー、一番上にドライバー、5番と7番と、うん、左側にユーティリティ、うん、ドライバー、5番と7番と、うん、左側に、2段目の左側に、2段目の左側に、2段目の右側にアイアン6のやつ、おお、うん、で 3段目の下に9番のピッチング、で3段目の右側にメッチング、あ、そう、3本、おお、パパ、あ、一番上布団とか入れる、布団とか、うん、そうだよね、キャディーさんがそういうふうに入れてくれる、わかるわかる、あ、そのままね、そのまま、シリさんが入れてくれたら今日のキャディーそのまんまみたいな、うん、あ、これ分かりやすいな、うん、でもそれに定着する、うん、あ、セレブだとさ、自分じゃ落とす、うん、それでも定着、ウィッチとかも3本分けてもらう、私も打つ前に決めて持っていくから、うん、結構、うん、まあ、そのまま戻す、うん、まあ、でも3段だとね、楽かもね、うん、もう上ウッド、ね、この辺をなんかアイアンユーティリティ系で、だから飛ばない順だよね、だんだんね、そう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 、うん、でもそれ以外ある入れ方細かいのかな、細かい人も1本ずつのやつあるよね、あるある、そういうある、あ、ある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 、1本ずつのやつがあるからあるね、そうね、迷う方は1本ずつとかもいいかもしれない、うん、かもう3段か2段とか、ね、うん、でも少ないとさ、引っかかるよね、引っかかる、引っかかる、引っかかる、取りづらい、引っかかる、それはもう一緒なんだ、ドライバー、うん、ドライバー4番ウッド5番ウッド、4番ユーティリティ、6番ユーティリティ、2段目の、で、右に6、7、8、あ、やめし6、7、8、9、入れてるかな、で、下行って P、A、S、 P、
PAS58 パターで入れてるかもしれない。左下のパターで入れてるかもしれない。あパターはね、上行ったり下行ったりする。あの一番下からなんかこう、邪魔だったら上に行ってるみたいな。先日、かかと重心で打ってみると、ナイスショットが連発したのですが、リンゴル五人衆の皆さんの重心は、つま先まあラインにもよる。でも私つま先になることない。どっちかというと最後こうなるもんね。起き上がっちゃったりとかするってことはかかと重心。つま先重心で最後さこっちに、ね。倒れることあんまない。よっぽどかも。つま先っぽいよ、うん。よくだって最後こういくじゃん。つま先だよね。私ショットに寄りなの。クラブにより変え。じゃあその真ん中感じする、うん。真ん中だね。うん、でフェード打つときはちょっと前だね。うん、フェードっていうかカット打つときはこうやって打つから。うんドローときは打ちたいときはちょっと後ろっていうかそうね残して打つ、うんうん、からちょっと体重後ろ風な感じになるかな遅らせるタイミングだけど、うんうん、打つときのタイミングよってだけど基本は真ん中うん基本真ん中だねなんかどっちにもあんまない感じがするうん、うんマンブリするとかないから多分あんまりあっち行ったりこっち行ったりしない、うん、以上です、はい、真剣に聞きます真剣に答えてはい一応いつもふざけて答えてたからかなカップまで10から20ヤードのサウンドウェッジでピッチエンドラン、うん、サウンドウェッジでピッチエンドランする危険でですがどんなイメージでクラブを入れますかバンスを滑らす感じですか上から潰していく感じですか私はバンスを滑らしたいんですがどんなイメージでクラブを入れたらうまくいきますかうーん私はバンス滑らせないです打ち込むというか本当球を打つって感じ球、うん、低く出すにしても上げるにしてもしっかり球をか手前から打とうとしたりすると薄く、うん、っちゃったりとか、うん、殴ったり滑らそうとしたらさこっちが重いからさダフるよそうだからどっちかっていうとボールの左側を見て、うん、あとこう落とすだけ、うん、で低い球か高い球かは、まあ、ちょっとボールの位置とかで、うん、パンツ滑るのってこっから先だもんね、うん、だから最初から滑らそうと思うとさ絶対ダフってくるから、うんそうみたいなイメージだから、うんうん、結果滑っていくみたいね、うんうん、そう、うんうん、滑らせるってやると結構ミスしちゃうかなっていうボールをすくおうみたいな、うんうん、ボールの右側ばっか見ちゃうとボールの左ボールの右側を見ると多分めっちゃダフると思うこっち見てるそうでそこに打ちに行くここに打ちに行く打ちに行く通り過ぎちゃう通り過ぎないないけどイメージでも例えばこう打ってからこうやりたいから、うんうん、打ってから滑る、うんうん、あやっぱボール左側を見て打ってる、うん、最近教わってすごい高かったから多分みんなやってることなんだと思うんだけどボール少し右側に置いてフェイスをちゃんと立てて若干かぶしてるの、うんうん、イメージでそうそうでもこのまま何も考えずに手首を使わずに出すだけ、うん、これがめっちゃハマった私がその滑らそうとか押しに行こうとか考えずにこのままの形で行くだけここキープしたほうがいいキープしたこれが、はい、一番なんか安定するかな、うんそもそもさ、サンドウェッジでピッチエンドランって難しい、うん、そうねジュンちゃん結構やるけどさ、あの
低いやつ、うん、カラーからさ、あでもピッチエンドランまでやってないからね、止めてるからね、ランは出してないか、あれラン出してない、ラン出すときカラーと変える、え、だからサンドウェッジのピッチングランっていうのは相当むずい、難しい、止まっちゃうから、うんうんうん、ランをどれぐらい、でも10から20、10から20結構短いよね、短い、ピッチエンドラン、サンドでピッこれだったらパターでランした方がなんかイメージ良さそうだね、12ヤードだったら絶対パターだな、まあでも結果伴走滑らす感じじゃないってこと、うん、質問の答えは10ヤード、20ヤードで転がすにしても滑らさないかも、うん、了解です、うん、そうね、でも多分イメージが多分滑るってなってるから、うん、シンプル、シンプルクラブはトントン、そうそう、トントン、じゃあ以上ですかね、はい、うん、以上です、じゃあ、コメント返信いっぱいあったんですけど、ちょっと思ったより、ちょっと力なかったんで真剣に答えてきた真剣に答えてきた